回の、5登板、0勝0敗5ホールド、5奪三振、ホイップ 1.00。もう貴重な勝ちパですよ。こんな選手くれるとか、SB さん気前良すぎない？栗原はともかく、山川はマジで論外や、海野の方が今のとこ良いぞ。山川は今しめ、応援歌変えたから打てなくなった説。ホームと三塁でアウトになる、併殺とか、初めて見たわ。これ以上ない、完璧なチャンスの潰し方だった。セーブはいいタイミングで、山川、手放したな FA 権取得させて、海野までもらえたし。このまま行くと、来週の土日のベルーナ、クソ楽しみやな。海野と山川対決しろ、どっちが勝ってもおもろい。セーブ、8試合経過、海野、5登板、アブレイユ、6登板、これは守り勝つ野球。この調子だと、海野酷使が続くかもな。和田がもしガチでお断り出した、結果外野がセーブに来たのなら、最高の結果だわ。8回がこんなに安定するとは。